はい皆さんこんにちは、えー。10月の1日にですね、えー、UCAN が行っています、毎年これを行っています、新語・流行語大賞というのがですね、発表されました。はい今年も発表されました。えー、ですね年間大賞が2つとトップ10が8つ発表されましたけれども、その内容にですね、ちょっと えー、ネット上では結構騒がれています。そして僕もですね、ちょっとおかしいと思うのでね、今回はちょっとあのー、ね、これをね、これらの流行語大賞をね、選んだね、ユーキャんにね、ちょっと物申したいと思います。えー、ですね、まず、その年間大賞でですね、出ましたのは、えー、これ、爆買いというのと、えっ、ー、と、トリプル3というものなんですね。で、このトリプル3 っていうのがですね、僕わかんなかったんですよ。何か。皆さんこれわかりますなんか、僕全然これ知らなかったです。で、あと流行りました今回、今年、トリプル3って。ね爆買いの方はまだわかるんですよ。てか、知ってても、その、そこまでブレイクした言葉ではないですよね。爆買いも。はい。で、まあ、あとね、その、 ね、トリプルスリーと爆買いということで、ね、もう全然ねそこまで流行っているとは思えないような言葉が年間対象にね輝いていたりとかでちなみにですねこのトリプルスリーというのは、えー、このプロ野球においてですねえー、っと打者打者がですね、えー、っと同一シーズン、まあ、同じシーズンにですね、えー、打率3割以上本塁打、えー、30本以上盗塁30個以上 の成績を記録することを言う、まあ、なんか野球用語、まあ、専門用語らしいんですね。これ、うん、流行りましたっていうか、そもそもプロ野球の中継とか、あんま皆さん見ないですよね、NHK とかで。なのでね、とても流行ってるとは思えない言葉でしたよね。はい。そしてですね、トップ10、こちら8つ発表されたんですけれども、そのな、えー、内容もですね、ちょっととんでもないものばっかりでして、 えまずですね、えー「安倍政治を許さない」とかですねあと「一、えー、億総活躍社会」とかですねあとはまあ「シールズ」とかですねが出ましたけれどもこれさどう考えてもおかしいでしょうん。まずねまあ とりあえず、あの、一億総活躍社会。これはまあ、とりあえず置いといて。問題はあれですよ。安倍政治を許さないとシールズですよ。これさ、おかしくないうん。これ絶対、審査員、左向きでしょ。左翼でしょ。全員。うん。絶対おかしいって、この安倍政治を許さないとシールズは。だって、これさ、もう、って、 安倍政治を許さないとかね。これ、あの、あれですよ。あの、なんか、安保法制の時に、あの、局座の連中が、こう、なんか、紙にね、出していて。で、あとね、学校の教師がね、そのなんか、筆で書かれている安倍政治を許さないって書かれているのを授業で使おうとしたとかね。まあ、問題にされてるものですけれども、普通ね、そんなのが通るかよっていうね。で、あとね、この内容もね、 明らかにこれ政治的意図を感じざるを得ないんですよ。こういうね、タイ流行語とかね、そういうのにはね、政治的意図はね、絶対入りじゃいけないはずなのにね、入ってるんですよね。もう審査員もとうとうおかしくなってきてますよね。はい。そしてね、あと、も、えー、シールズですね。まあこれはもう皆さん、えー、ご存知かと思いますけれども、普通ね、あの、こんなね、シールズ。まあこれもね、あのー、まあ、ク式ですけどもね、このシールズも。 だってねまだねその最初の頃あの何でしたっけあの安保法制に反対してるとかっていう大学生がね若者が要は政治にね関心を持ち始めてるとかっていう意味でね安保法制反対だとかって言ってたところまではまだ良かったんですよ。今何やってますななんんかかか反原発とかなんか 今、共産党と合流してるっていうか、もともとシリールズってあれですよ、あの、共産分派ですから、日本共産党の、と明らかにグルですので、グルというかもう、明らかにね、もう統一されてるものですから、もう、もともと極左団体なんですけれども、極左で、あと共産団体なんですけれども、もうね、だんだんとね、もう、なんだ、あれ、本性を表してきてるっていう状態になってまして、なんか、ひどい時だとなんか、アイシス、 アイシス賛成とかアイシス大賛成とかそんなこと言ってるみたいな話を聞いたことあるんですけどまあそれはさすがにガスだと思いますけど言ってたらもうとんでもない話ですよねでそのねまあ言ってたとしても言ってなかったとしてもまあとんでもない組織のねシールズがねなぜかね流行語大賞に輝いていたりねはいおかしいでしょこれどう考えても明らかにこういう政治的な内容は入れないのがね あのー、これユーキャンとかのね、まあ、流行語大賞とか、こういう民間のね、まあ、要は流行流行っているもののね、対象にね、おいて、政治的な言葉は普通入れないはずなのにね、入ってるんですよ。まあ、ネタがなかったとかっていうのもあるでしょうけど、そうじゃないでしょうと。せめてね、そういうのは回避しなさいよと。で、しかもね、明らかに政治的意見がね、感じるようなもの。はい。 安倍政治を許さないとかね、シールズとかね、これ明らかにも左翼のね、極左、えー、共産のね、まあやることですからね、やってることですから、せめてね、これ安保法制とか、安保法案とか、そういうのだったらまだいいんですよ。ぜまだいい、まだ100歩で、ね、100歩譲ってね、いいんですけれども、シールズとかね、うん、絶対おかしいでしょうよ。で、あとね、 あのなんでね、ここまでね、安倍政治を許さないとシールズがね、対象ではないですけど、トップ10にね、入ったかっていうのはね、これ、メディアのせいなんですよ、全部メディアがいけません、はい。普通ね、あれ、こんなね、若者がやってる政治団体でね、あれ、ここまで有名になるなんてこと、まずありえないんですよ、はい。 で仮にね有名になったとしてもねメディアの場合はね極左左翼のね団体しか取り上げませんから左翼の団体しか取り上げませんしでね左翼でね若者っていうと絶対若者の政治団体という風に報じますからよりね一層有名になっていくんですよまああのね何でしたっけあのシールズのね奥田とかいう人,間人もね あの人もねもう随分と世間で恥かかされましたよねあのあとはいだってねなんだっけフジテレビのなんかテレビとかでなんか左向きの解説者になんか相当論破されてねテレビの前でね全国放送の前で恥かかされたね人ですからちょちょっとねこれ子供でも分かるだろうってことが分かんないんですよねねあとねみんなね この奥田とかにね明治学院学歴がいいってことだけでねみんな支持してるんですよそれは違いますよはいそんなこと言ったら学歴のねいい人でね局座の人なんかいっぱいいますよそうじゃないんですよ明らかにね政治に関してねきちんとどう考えてるかってことをね意識することが大事なんですよでねまあこれをねこのシールズとかっていうね言葉を広めたね メディアもね、共犯ですよ、ある意味。はい。普通、政治団体がここまで有名になるかよって話なんですよ。はい。で、あとね、プラカードのね、タイトルがそこまで有名になるかよって話なんですよね。はい。もうこれらはね、ちょっともうね僕は今回気に入りませんでした。でね、もう今回の流行語大賞ね、もう全体的に見てね。はい。全体的に見て、えー、もうね、 知らないような言葉ばっかりだったりだとか、あとまあね、明らかにね、政治的意図を感じる。それもね、左向きのね、政治的意図を感じるような流行語大賞だったと思います。はい。あ、あとそうだ。ちなみにですね、他に、まあ、えっ、ー、と、何がトップ10に入ってるか、一応言っておきますと、えっ、ー、と、今言ったですね、安倍政治を許さないだとか、安心してください。えっ、ー、と、これ何て読むんですかね。 ちょっとすいません。漢字読めないので調べてください。皆さん、ね、ごめんなさい。と、あと、まあ、一億総活躍社会ですね。まあ、これ、えっと、ノミネート、まあ、最初に輝いたのが安倍晋三、えー、まあ、安倍総理なんですけれども、安倍総理はですね、まあ、欠席したらしいです。まあ、当たり前ですよね。だって、シールズとね、安倍政治を許さないという言葉がね、をね、作ったね、この、何でしたっけ、奥田奥田とね、あと、沢地とかっていう、まあ、なんか、ばあさん。 がなんか当選していましたけれどもね。ねまあ、ね、出席していましたからね。まあ、絶対欠席にするに決まってますよ。はい。まあ、それとね、まあ、めっちゃ総理という立場なんで、まあ、忙しいこところがありますけれども。で、あと、エンブレム。まあね、これはね、まあ、有名っちゃ有名ですよね。はい。で、あと、まあ、ーマルこれ、全然わかんないですよね。はい。で、あと、まあ、シールズと、あと、ドローンと、まあ、毎日、収蔵。 これは全然わかんないわかんないはいまあ、これらがですねノミネートしたということでございますいやーわかんない今年のね流行語大賞はねだいぶねもうなんだその審査員が気違いになったなっていう感じがしましたというわけでですね今回は、えー、UCAN のですね今年、えー、発表された流行語大賞新語流行語大賞に対して、えー、ちょっと、えー、物申してみました